ということでエアリアル回収型を入手したので適当レビューをしていきたいと思います。まず概要からいこうか。おい、この機体は新生開発公社によって開発されたガンダムエアリアルを同社が回収したもので、回収された経緯はグラスレイ用との決闘で負ったダメージを修繕及び外部装甲や装備類の刷新追加等々がなされたものだぜ。なるほど、そういう経緯があったのね。あと回収するにあたって東京高は18メートルから 18.2 メートル、重量は 43.9 トンから 53.2 トンになってるぜ。重量は1と近く増えててびっくり。概要はこの辺で、というわけで本編行こうか。エアリアル回収型。ほい、というわけで開封していくぜ。こいつ先に開封してるやんけ。実は我慢できず説明書を読んでしまいました。すみません。黒は1、2、こんだけですね。予想以上の少なさにびっくりしました。ボディキャップレスはだてじゃないね。開封。おいの木村、加速します。ランナー数は7個でした。パーツを切り取っていきます。なんで2個持っているの？それは蓋取りするために持っているんだぜ。この持っているニッパーは片刃ニッパーといって、その名の通り片刃だけのニッパーで、パーツを切り離すときに使うぜ。それでこのニッパーは両刃の普通のニッパーで、パーツの手前から切ることで片刃での作業をしやすくするために使うぜ。へぇ。それでこの紙コップは切り離したパーツを保管しておくために使うものだぜ。百聞は一見にしかず、というわけで見てもらおう。こんな感じで少し前で切っていきます。切り取ったパーツはこんな感じで入れていきます。この時にコップにランナーのナンパー名を書いておくのがおすすめだぜ。こんな感じで全て切り終えました。6つ分切り取ったんだね。次に切り取ったパーツを片刃ニッパーで二度切りをしていきます。片手でパーツを持って、切り取る部分にニッパーを沿わして優しく切り取る。すごい、切り取った跡が全然目立ってない。これが二度切りだぜ。この作業を全部のパーツにやっていきます。いきました。切り取ったらとうとうパーツを組み立てていきます。いきました。封印されしエクゾディア。というわけで完成させていきましょう。足のパーツの軸はあえて逆にしています。オリジナルだと足がムッチムチなんですよね。回収型ってフルバーニャンに似ているよね。同じ回収型だからかな。確かに似てなくもないよな。水星2機が待ち遠しいぜ。4月からだから、それまで我慢だね。そうこう言っていると完成してきたな。ハンドパーツをはめて、だから新旧と比較していくぜ。まず大きく違うのは肩パーツの色がだいぶ変わったよね。ハンドパーツは若干だが太くなっているな。あと腰周りがスタイリッシュになったね。そして大きく違うのが背中のパックパックだぜ。これが作中でどう活躍してくれるのか楽しみだぜ。あとはビームライフルが強力になったね。そのくらいかな。今日は初ガンプラ動画投稿だったけど、いかがだったでしょうか。主は動画投稿してこなかっただけで、幼き頃からガンプラを作ってたくらいの人なので、それなりにガンダムには知識はあります。最後になりますが、この動画が好評だったら地球のメスガキの機体でもレビューしたいかと思います。それではご視聴ありがとうございました。